こんにちは、未暴録チャンネルの瀬山です。ひねくりじゃ。ちなみに侍でござる。それでは早速始めます。本日6月12日は幕末の侠客で街道一の大親分と呼ばれた清水の次郎長が亡くなった日です。おお、清水の次郎長親分でござんすな。おしけなすて。はい、では今回紹介するキーワードはこちら。まずは最初のキーワード、次郎八んとこの長五郎です。清水の次郎長は文政3年1月1日に駿河の国清水港に生まれました。本名は山本長五郎といい、生まれてすぐに叔父の米問屋山本次郎八の養子となります。ちっちゃな頃から悪ガキで、15よりも前に不良と呼ばれたガキ大将次郎八んとこの長五郎は、やがてそれを縮めて次郎長と呼ばれるようになり、さらに清水港の次郎長となって清水の次郎長が通称となりました。確かちびまる子ちゃんの作者さくらももこは清水市の出身だったの。よく作品内に次郎長親分が登場しておったぞ。ちなみに同じ漫画家つながりで、ワンピースの作者尾田栄一郎氏は大の時代劇ファンとして知られており、清水の次郎長一家を描いた映画次郎長三国志の DVD ジャケットを書き下ろしているでござる。はい、和の国編にはそれっぽい雰囲気がたくさんありますよね。では続いてのキーワード、二代目広沢虎蔵です。次郎長一家には大政、小政、森の石松といった個性豊かな子分たちがおり、黒駒の活動などの宿敵たちと大喧嘩を繰り広げていった次郎長は、ついには街道一の大親分と呼ばれるまでになりました。戦前から戦後にかけて活躍した浪曲師二代目広沢虎蔵は、旅行けば駿河の国に茶の香りと清水の次郎長を歌ったことで有名です。今ではあまり耳にすることはありませんが、当時はラジオやレコードなどでよく流れ、日本人なら誰でも知っているというくらい有名な曲でした。そういえば、我の死んだじいさんがよく酔っ払って歌っておったの。ちなみに、義理人情に厚い次郎長の物語を歌人天田愚庵が東海遊興伝で書き上げ、さらにそれをもとに講釈師の三代目神田伯山や浪曲師の二代目広沢虎蔵が大衆向けに広めたと言われているでござる。では最後のキーワード、山岡鉄舟です。清水の次郎長は侠客というだけあって喧嘩もよくしましたが、それだけの男ではありませんでした。幕末維新期の鳥羽伏見の戦いの時のこと、敗れた旧幕府軍の軍艦勸輪丸が暴風雨に遭い、清水港に停泊しているところを新政府軍に襲われ、大勢の死者が出てしまいました。余計なことをして新政府軍から睨まれるのを恐れ、彼らの遺体は海に漂流したまま放置されたのですが、それを知った次郎長は、死んだら皆仏だ、官軍も俗軍もねえだろうと、彼らの亡骸を海から拾い上げ手厚く葬ったと言います。この話を伝え聞いた旧幕臣の山岡鉄舟は感激し、以後次郎長と親交を深めていったそうです。素敵やん次郎長、めっちゃ優しいやん。ちなみに次郎長は五稜郭の戦いで有名な旧幕臣榎本武明とも交流があったそうでござる。維新後は富士山麓の開墾や海運業に従事し、明治26年6月12日、街道一の大親分、清水の次郎長は死去しました。享年74。血生臭い生涯ではあったものの、最後は生まれ故郷清水港の自宅の畳の上で大往生を遂げたそうです。